お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトコカツのね U の型をね使っていきたいなと思います。もともとはねゴブリンギャングかな。でもたまになんか U のじゃなくてトリトンとかなんかね意外と変わるんですよね。ここの枠は意外と変わるんですけど、まあ、今日は U のでねやっていきたいなと思います。個人的にU のの方が使いやすいというか、まあ、U のが好きなだけなんですけど、さあグリードだ出た。これ海外のプロ選手、遅延、なんかスケラデッキがめっちゃ好きなプロ選手だった気がしますが、今は違うデッキを使ってるな。これワンチャンキングでできない。あはは、できる。いや、めっちゃ綺麗やん。さあ、トルネヨリゴブ？ウォールブレイカー。マジアチャかな？ナイトマジアチャの、ボムタワーウォールブレイカーの可能性は高そうですね、という感じですね。なので、まあ、マジアチャが僕としては結構厄介ですね。マジアチャがね。よいしょ。さあ、で、まあ、メグナイトインドの形を作りつつ、多分相手はね、相手のきついのは、今回ね、あれだと思うんですね、僕は。あれっすよ。言うの？そう、ナイトとマジアチャとヤリゴブリンしかないので、ナイトを裂いた時の、もうね、陸行きがないったらないのよ、相手は。なんかそんな感じがしますね。いやー、いい、ギリギリの、キワキワのザップですね。さあ、ダメージ稼ぐ。あとは、マジアチャがめんどくさいなー、個人的に。で、これ、あんま踏みたくないっすね。なんか、ディガーまで来たら踏みたいけど。うわー、待って、お前。働かなかすぎ？サボりだな、あいつ。もう、首にしてやりたい。さあ、ディガーで、マジアチャ、端前マジアチャの、まあ、攻めトルネードとかも、まあ、警戒しながらやっていけたらいいかなと思います。さあ、ザップが、やめん、いい受けですね。いい受けですね。さあさあさあ、インドで焼いちゃおうかな。で、左側は気持ち許容しながら、ヤリゴブリンで受けていきましょうか。これヤリゴブリンだけで、ボムいらん、スケバリいらなかったかもな。お、でもこれ相手釣れない。よしよし。いや、でっけー。いや、これ、ワンチャンザップしたら、インドラもっと入ってたな。よしよしよし。相手が事故ってる。さあ、両方ともタワー2000。まあ、こっからですね、僕としては。オールブレイカー来るかな、来るかな、まあ、一生ディガーで削っとけばいいんですよね。相手が攻めてきたら、それ踏んでカウンター。よしよし。いやー、なんか美味しいな。え、言うのがめっちゃ頑張ってる。そんなにね、求めてないのに。さあ、コウモリで、両サイ振っていくっすね、こっからは。で、言うのがね、絶対きついの、俺が思うに。いや、これ右側に U の追加も激アツだったな。さあ、ディガーで削っていきたい。よしよし、陸行きがね、相手しんどくて、いや、これザップを打たなくてもいいな。さあ、あと相手500ですね。で、これウォールブレイカー絶対来るから、9コス溜まってからユニット出した方がいいですね。で、ワンチャン端前の攻め取るのとかも来そう。いや、もう削っていきましょうか。このスケバレの落下も相手は入れれないと思うんでね。よしよし、多少入る。これどっち来るかだな。絶対右だと思うんすよね、僕。で、ここも許容して。いや、これ鬼の許容っすね。で、これワンチャン。いや、来るよな。絶対来ると思った、マジで。よしよし。いや、これを当てたらもう僕の勝ちじゃない、さすがに。で、ここはもういっぱいユニットぶっぱして、その後ね、ナイトを裂いてからのこのディガーで、ね、やりこぶしかいないから、ザップ打って しまえば、オーケー来たー、うい、あぶね、さあ、グッドゲームですね、というような、言うのがね、めっちゃいい味出してたなー。てか、これギャングだったら、ギャングでも勝てないこともないかもだけど、マジで超にきついじゃないですか。そう、言うのいるだけで、なんかウィザードとか、なんかね、そういう範囲攻撃に対して結構戦いやすくなると思うんですね、個人的に。よろしくってわけで。さあ、個人的、ただ言うのが好きなだけ。とりあえずスケバレ飛ばします。スケバレは、なんか基本的に単体というか、で逆サイドを、まあ、メガナイトコウモリだったり、メガナイトヤリゴブとかが理想ではありますよね。さあ、とりあえずなんか、すごい嫌なのが来たな。で、今、矢の飴使った、まあ、ザップがあれば、おかしいだろ、今の。今のおかしくないですか？疑惑っすよ、疑惑。入りますか、今の。いやこのね、言うのあるあるですよね。タルババとかウッドとか転がしても、当たらないっていう。
さあ、これ、ヤナアメザップファイブ、ヤナアメザップファイブ、ちょっと待って待って待って。バカバカバカ。ヤナアメザップファイブでしたね。まあでも、これをやりゴブリンを処理する方法は、ヤナアメか、まあ、バルーンでしたね。まあ、バルーンなんで、インドラとコウモリやりゴブがあるんですけど、僕は。あの、同じところ一箇所に固めて出してしまうとザップだけで終わってしまうので、まあ、インドラこう高めに出して低めのヤリゴブリンとか、ちょっと分けて出したいですね。さあさあさあ、インドラがね、嫌ですね。インドラが嫌だ。まあ、相手も思ってると思うんですけど。これ蓋して、いや、ワンチャンザップされる、まあ、ヤナメか？ユーナとかも出してあげて、よしよしよし。しっかりね、こう、まあ、守りながら、なんか、たまたま攻めれてるといいですね。こんな感じで。さあ、で、ここのインドラにインドは出したくないですね。フリーズとかがあんのかな？いや、ないな。ヤナアメザップファイブっすもんね。ヤナアメザップファイブはなかなかヤンキーじゃないですか。で、今これ、ケツからインドラ出したら、普通に、あれっすよね。なんか、逆サイバルーン三角とか来て、詰む可能性があるんで、ちょっと待ちましたね。いやー、これもう、これがすでに嫌だ。これインドラも高め出して、最後バルーン来たらスケバレて止めてあげて、よいしょ。で、この、ちょっと離れたところに出してあげて、あ、このコウモリいらない、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 爆破に注ぐ。さあ、あと700、これ勝ちたいけどな、さすがに。なんか一生スケバレ系な気がするんですけど、これ三角か三クル、高めに溶かして、高めに溶かして、よいしょ。今バルーン出したら相手に詰むよってこう、分からせてあげながらね。よいしょ。いや、さあ、めっちゃいいザップでもないか、なんかめっちゃいいザップ感が、なんか出てたな、今。そんな大したこともなさそうなね、ザップだったんですけど。いやー、めっちゃいいファイボ。お前、バカ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 。なんでいい勝負に持っていこうとするかな。本当に。さあ、とりあえず1-1になっちゃったのはね、結構嫌ですが。あ、めっちゃ入るな。さあ、いいインドラだ。三角来たらザップ打って。あれ、まあ僕がザップ打つ場所は本当三角ぐらいしかないので、まあ、とりあえず来るよね。で、あとはまあ陸相手ババしかないので、僕が攻めてあげるのは結構大事かもしれないですね。よいしょ。さあ、まあザップ一応打って、ヤリゴブとコウモリとインドラを全員違う場所に出してあげることによって耐えることができますね。よしよし。いや、これ勝つんでね。うん、ドラゴンしょぼいな。で、僕はまあ低めインドラからインドラを向きに出したいですね。相手絶対インドラきつい。で、言うのもきついですね。で、これはもうスケバレ、あ、スケバレ、あ、待って、スケバレ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 の落下で、基本的にやりたい。相手が。今インドラ、無限に出してあげないと僕やばいですね。一生インドラですね。もう4枚、5枚出したら回るんかな、インドラが。それを繰り返していかなきゃですね。で、僕はもうこう攻めながら。いや、ワンチャンこれザップ来る？ザップ？ザップってこない。ザップってこない。ああ、撃ってきた。さあ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 、いや、もうこのババも全無視でいいですね。オッケーオッケー、空だけで戦える。いや、お前何回ファイブ外すねんって感じなんですけど、落下で。オッケー、グッドゲームさん。いや、これね、いいですね。メガナイト出したっけ？この試合もしかしたら1回も出してないんですけど、まあ、なんか、もうちょっと出してもよかったかもしれない。なんかインドラとかヤリゴブリンとか残ってたら普通にメガナイト出すだけで相手もきつかったと思うんですけど、まあ、出さなくても相手は対空ばっかなので、まあ、それに対抗するっていう上で、まあ、インドラコウモリヤリゴブザップと、まあ、あとはスケバレだったり言うのでね、なんかちょこちょこプレッシャーかけとけばいい感じかなというわけでですね。いや、メガナイトこついな。なんか今ウォールブレイカーとかが流行ってて、リガーウォールブレイカーかな。はい、まあ、それに対してあれなんですよね、メガナイトの後ろのコウモリっていうか、コウモリがね、普通に強いと思うんですよね。まあ、LSP もいるんですけどね。LSP に当たると絶望まであるんですけど。最低ヤナアメでしたね。ワンチャンザップ来たら速攻の出します。僕の反射神経が問われる。さあ、来ない。メガ、ん？なんかいた。あ、これやりこぶ結構入る。ユーナだけで一応受けれるっすね。待って、同じようなデッキだ。同じようなデッキ。いや、これインドで焼きたかったけど、ちょっと怖いっすね。え、待って、マジで一緒やん。待って、メガナイトインドラコウモリギャング、あ、相手が本気ですね。僕が偽物？メガナイト、枯渇対決。そんなことなるんだな。あと、ゴブリンギャングですね、相手今。まあ、ゴブギャン真ん中の
ん？でも柳だったな。これ一発入るぞ。ジャンピング。さあ、ゴブギャンだから、まあ、スケバル飛ばせばいいでしょ。で、ゴブギャンを裂いたら言うのが刺さりそう。落下と同時に、うん。そんな感じですね。プリンスがいたな。プリンスがいるので、僕は、逆に相手のプリンスを受けるのが言うのぐらいしかないんですよ。ゴブリンギャングがいないんでね。ゴブギャンの代わりが言うのなので。まあ、なので、そういった意味では、言うのを適当に避けすぎると、相手のメガナイトプリンスの形に、ボコボコにされてしまう可能性もあるんですが。避けてえな。言うの避けたくて避けたくてしょうがねえ。まあ、ケツインドからでいいかな。ケツメガナイトは、逆サイブッパ、プリンスギャングとかされた時に終わっちゃいそうなので、さあ、とりあえずなんかこれ、右でも左でもすごい悩むんだけど、とりあえずなんかザップ打ってね。相手はジャカラって今出たんですけど、ジャカ。あれっすね。矢の飴だけか。ザップがないんですね。あー、オンキャンオンキャンオンキャン、美味しいですね。これは非常に美味しい。まあ、ゴブリンギャング。ってことはもう僕はインドラがマジで無双するって感じですね。相手このインドラがマジで絶対勝てない。インドラに絶対勝てないので、僕はもうインド無限出ししとけば、まあ、負けないでしょうっていう、もう余裕。いや、これだって余裕じゃないですか、これ。絶対負けないっすよね。と思うんですけど、どうでしょうか、皆さん。いや、そんなこと言ってると負けるんだよな。あるあるが。こういうところでなんか知らんけどワンパンされるみたいな。マジでよくあるっすね。さあ、で、しっかり、このね、メガナイトの範囲攻撃で巻き込まれないようにちょっとね距離を空けてヤリゴブリンを添えてあげる。いや、言うのがめっちゃいい。あいつ大好き本当に。さあ、でディガーで削っていく。リアの雨メガナイトがジャンプと、まあ、まあ左を僕は攻めたいんでね、まあいいかなっていう感じで。いや、これ負け筋はもうないんですけどもうこっからちょっとした泥試合がスタートするだけっていうね。別にでも絶対負けない。うわ、やべ、絶対負けないとか言ってるとやばい。これワンチャンなんか怖いんでね。そうっす、インドラ生かしてあげて。やっぱいいっすね、このメガナイト枯渇。なんかあんま使わないんですけどね、僕普段使いやすいのは間違いなくあるっすね。なんか日本人の方でこのデッキを使ってる人ってめっちゃ多いんですよ。そう、なんかもう本当に海外もまあいるっちゃいますけど、もう日本人のメガナイト枯渇の使用率が異常。本当に使いすぎやろっていうぐらいみんな使ってるんで。よいしょ。そう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 。なんか極めればね、めちゃくちゃ強いらしい。っていうか、まあ強いんでね。さあ、で、後ろからギャングとかもね、来そうですね。いや、これで、わー、出た。それだ。ワンチャンの掴み方、相手は。でもまあ、ザップがないので、たげりせが。できない。オッケーオッケー。で、これで、ユーノとか追加してあげて、よいしょ。いやー、来たんじゃないか？さあ、すべてが入る。さあ、ディガーが入って、ギャング出されても勝ちと。オッケー。さあ、グッドゲームですね。はい。というわけでね、メガナイト枯渇の、まあ、ユーノ型ですね。まあ、ゴブギャンの方もあるので、まあ、スカイニレベとかと相談したり、ぜひね、はい、使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね。コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。